こんにちは、思い出レシピです。今日は久しぶりの魚つきで、濁ってない日を狙って太平洋側に打ちました。これがいつも使っている檻ですね。ちょっと最近ゴムがもっと強いのいけるんじゃないかということで、14ミリから16ミリに今度変更してみようかなと思っています。また魚のレビューも上げていきたいと思います。今日の1匹目、アイゴですね。今回はいろんな魚を干物にして食べてみたいので、どの魚って決めずにちょうどいいサイズの魚だけをついてきました。どれも新鮮だったらお刺身でいけるんですけど、美味しいものを干物にしたら味が結構凝縮して美味しいと思いますので、お刺身で食べなかった部分は全部干物にしていきます。カワハギはですね、相変わらず本当に逃げないので、こうやって森でちょっと触っても全然動かない、逃げないんですよね。なので安全なところに行ってヒット、森で岩を突くこともなくカワハギをゲットしました。次はクロダイですね。クロダイは本当に見かけたらすぐ突かないとすぐ逃げていってしまいますので、気づいた瞬間にもうすぐ前を詰めて打つというのが基本じゃないかなと思います。ここで魚を狙っていると後ろから石垣台が来て、どっちを狙おうって悩んだ瞬間もう終わってました。魚が複数いるときは僕はよくやっちゃうんですかね。そしてようやくクロダイヒット。背骨に当たったんでちょっと敬遠してますね。しっかり締めて、このクロダイ大きいですけど、これも干物にします。干物はほんとしっかり血を抜いて内臓も処理してあげないと、そこから腐るらしいので内臓は処理しました。ボラですね。これヒットする瞬間結構面白かったんで撮りたかったんですけど、撮れてると思ったら GoPro ボタンが押せてなかったです。夜中の2時ですね。魚釣りを終わりにしたのが大体6時半ぐらいで、帰り自宅何時かな、7時ぐらいになって、そこから3時間ぐらいかけて帰ってきたんですけど、その日のうちにやっぱりさばかないと鮮度がほんと落ちちゃうので、この日ついた魚は全部下処理してしまいました。この日にね全部やってしまえばあとはほんと楽なので、もうここは眠気との勝負でした。ここで取れるボラは全然臭みがないので、僕は毎回取ったらすぐお刺身とお家でもお刺身で食べてます。結構コリコリした方が僕好きなんですよね、このボラは。イシダイは熟成してまたお刺身で食べます。今回この干物は昔ごと考えずに 10% ぐらいの食塩水につけて、もう夜のうちに干しちゃいました。初めての干物なんで、起きて見た時すごいちょっと楽しみになりました。で最後にクロダイの干物を焼いて食べてみました。やっぱり干物は味が濃くなるのですごいいいですね。もっともっと干物の研究をして魚を食べるのも楽しんでいきたいと思います。それでは次の動画で会いましょう。